皆さんこんにちは、ユリアと申します。それではスウェット&ティアーズ2やっていきます。チャラッ、よし、よし、いいぞ。お、お前、バッチリじゃねえか。輝いて見えるぜ。ありがとうございます。やった、褒められた。ドロップボレー、バツ出しちゃった。ま、いいんじゃない。バツ2つ出しちゃった。フェイアー、よし。なかなか調子がいいみたいじゃないか。走り込みは基礎中の基礎だ。何回繰り返しても損はねえ。その調子で気合い入れてけ。はい、カイト部長の期待に応えるぞ。誰にあげようかな、このチョコレート。おい先輩、なんで隣にイブくんがいるの？うん、絶対おい先輩、先輩しかないよね。遅いな、おい先輩。もしかしてもう帰っちゃった？でも下駄箱に靴は残ってたし、まだ校内にはいるんだよね。教室行ってみようかな。わざわざ確認したんだ。そんなところで何をしてるんだ？大石先輩、待ってましたよ。あ、大石先輩、どうしたんですか？いや、帰るところだよ。どうしたもこうしたも、これから帰るところだが、お前は帰らないのか？いえ、帰りますよ。いえ、帰ります。帰らせていただきます。何この返し。そんなに気合を入れる必要はないと思うが。ですよね。まあ、そういうことなら一緒に帰ろうか。はい。はい、喜んで。だからどうしてそんなに気合が。テニス部のみんなは元気でやってるか？はい。新井なんかはだいぶ責任感が出てきたって聞いてるぞ。新井さんが？そうですね。チョコのことどうやって切り出そうかな。やっぱり俺たち3年がいなくなって、もうじき最上級生になるっていう自覚が出てきたのかな。ああ、そうかもしれませんね。そうですね。第一、チョコは出されるのって迷惑だったりして。もともと素質はあるやつなんだし、来年は桃やカイドウと一緒にテニス部を引っ張ってほしいな。そうですね、そうですね。さっきからそうですねしか言ってないんだけど。大石先輩のことだからたくさんもらったんだろうし。ああ、大石先輩結構モテるよね。もちろん、お前たち1年にも期待してるからな。来年の声楽、今から楽しみだよ。はい、期待しててください。そうですね、また言ったよ。あ、もしかしてさっき先輩チョコもらってたから遅かった？そうなの？どうかしたのか？気分でも悪いのか？いえ、大丈夫ですよ。そうですね、また。やっぱり学校にいるとき渡せばよかったかも。おい、聞いてるのかい？俺の話。はい、私は聞いてますよ。はい、大石先輩、遅くなってすみませんでした。何がって思うよね。これは、え、今渡したの？タイミング悪っ。チョコです、バレンタインの。迷惑かもしれませんけど、用意してきたんです。やっぱり私も女の子ですから、こういうイベントはやってみたいっていうか。ほら、小学校の時はちょっと違うっていうか、大人の雰囲気でとか。あー、でもこんなところで渡したら全然子供みたいですよね。てへ、てへじゃないよ。おい、どうしたんだ？それでもやっぱり渡すんだったら大石先輩かな、なんて。迷惑かもしれませんけど、もらってくれたら嬉しいなとか。ということは、これは俺がもらっていいんだろ？はい、そうです。あ、もうすでにたくさんもらっていて、邪魔なら結構です。私もちょっとずうずうしいかなとか思ってますし。そんなことあるはずないだろう。嬉しいよ。本当ですか？すみ
みません、ごめんなさい、恥ずかしいな、もう。え、この子全然話聞いてないな。大石先輩、今何て言ったんですか？ありがたくもらうよ。わざわざすまないな。いえ、そんな。ありがとう。いえいえ。あ、じゃあ私はここで。ああ、気をつけて帰るんだぞ。はい。大石先輩、優しかったな。あげてよかった。よし。テストだ。月曜は数学だ。よし、バッチリ。火曜は原告だ。よし、バッチリ。水曜は英語だ。よし、バッチリ。木曜は日本史だ。まあまあかな。金曜は生物だ。まあまあかな。土曜は保健体育だ。よし、バッチリ。いいんじゃない？先輩たちの受験ってそろそろ終わった頃だよね。大丈夫だったかな。あ、電話。あ、大石先輩から。はい、もしもし、大石先輩。どうしたんだ、慌ててるようだが。え、そんなことはないですよ。それより先輩、ああ、電話した用件か。お前に受験が終わったことを連絡しようと思ってな。お疲れ様でした。本当ですか？お疲れ様です。それで、どうだったんですか？やれるだけのことはやったと思うよ。あとは結果を待つだけだな。そうですか。さすが大井先輩。ああ、先輩には心配するだけ損しちゃったかな。おいおい、ずいぶんだな。これでもいろいろと大変だったんだからな。そうですよね。すみませんでした。いや、いいよ。つまりそれだけ気にかけてくれていたんだろ。はい、もちろんですよ。ありがとう。いえいえ。でもこれで先輩も一安心できるってわけですね。あとは発表だけですもんね。ただ待つ身というのもそれはそれで不安だけどな。そうですよね。しかしこれでやっとテニスに戻ってこられるよ。大石先輩、この日を楽しみにしてたんじゃないんですか？ああ、お前と一緒にジュニア選抜の練習をできる日をな。そうそう、大丈夫ですか？ジュニア選抜まであまり日がないですよ。そうだな、これから本調子まで戻すのは簡単じゃないな。ブランク取り戻すの大変ですよ。大丈夫ですか？なんとかするしかないだろ。こうなることも承知の上で選抜の参加を決めたんだからな。先輩が何とかするって言ったら本当に何とかしそうですね。信用できるっていうか。まだどうなるかわからないけどな。とにかく頑張ってみるよ。お互い頑張ろうな。はいはい。それじゃあ他にも報告したいところがあるからこの辺できるぞ。はーい。はい、わざわざ連絡ありがとうございました。じゃあな。はい。大石先輩、受験うまくいったのか。よかったよかった。まあいいわ、教えてあげる。あんたの成績はね、学年トップクラス。おお、やったーやったー。ふん、そうなんだ。どうしてよ、あんたには似合わない。間違ってる。何も間違ってないよ。そんなこと言われたって、溢れ出る知性は隠せないって、そういうことかな。はいはい。トップクラスか。この調子で頑張ろう。お昼も終わっちゃったな。そういえばこの後の授業って何だったっけ。お、いや、はい。あ、大石先輩、わざわざ1年の教室まで来るなんて、何かご用ですか？ああ、無事、受験に合格したことを知らせようと思ってな。もう知ってます。おめでとうっす。よかったですね、先輩。あれ、なんだか、二人とも知ってるみたいだな。はい、ともちゃんから聞きました。実はともちゃんが教えてくれたんです。先輩たちの合格のこと。
顔だったのか。驚かそうとしたんだけどな。残念だな。これでやっとジュニア選抜へ集中できるな。そうですね、頑張りましょう先輩。鈍ってんじゃないですか。ちょっと龍馬くん。まあ大丈夫だろう。今のままでもお前たちには負けないよ。お、へえ、楽しみっすね。なんだったらこれから打ってもいいっすよ。ダメだよ、これから授業があるんだから。それもいいんだけど、残念、もうすぐ授業が始まるな。大石先輩対龍馬くんが見てみたかったかも。ともかく頑張ろうな、ジュニア選抜。はいはい。越前も頑張れよ。なんかついでに言われちゃった感じがする。ウィス。それじゃあ俺はそろそろ自分の教室に戻るよ。邪魔して悪かったな。いえ。はい、わざわざ知らせに来てくれてありがとうございました。驚かすのには失敗したけどな。まったく、あの子の耳の速さには参るよ。そうですね、ともちゃんって一体。大石先輩、合格してよかった。うん、めでたいめでたい。でも大石先輩、もうすぐ卒業なんだよね。寂しくなっちゃうな。ちゃわっ。よし、よし、いいぞ。お、お前、バッチリじゃねえか。輝いて見えるぜ。ありがとうございます。やった、褒められた。あれ、誰だろう。あ、大石先輩からだ。はい、黒宮です。ああ、俺だ、大石だ。こんばんは、大石先輩、どうしたんですか。悪いな、こんな時間に。もしかして、もう寝てたかな。いえ、まだ起きてましたよ。もう大石先輩、子供じゃないんだから、こんなに早くに寝ませんよ。それに大石先輩からの電話ならいつでも大歓迎ですし。それは信頼されてるのかな、俺は。はい、もちろんですよ。それじゃあ一つお願いをしてもいいかな。何ですか。大石先輩のお願いなら何だって聞きますよ。はい、私にできることなら。それで何ですか。詳しくは会って話したいんだ。悪いけど出てこられるかな。はい、大丈夫ですよ。あの、どこへ行けばいいんですか。コートのある公園だ。ああ、そこですか。もしかして先輩、今そこにいるんですか。ああ、迎えに行った方がいいかな。いえ、大丈夫ですよ。ああ、大丈夫です。それだと先輩が大変ですから、公園で待っててください。わかった。気をつけてくるんだぞ。急がなくていいから。はーい。はーい。それじゃあ公園で。冷静な大石先輩が慌ててた。それに女の子を夜に呼び出すなんてらしくないよね。会って話したいか。大石先輩、何を話すつもりなんだろう。告白かな。早かったな。ありがとう、来てくれて。いえ、先輩を待たせるわけにはいかなかったので。えへへ、先輩からの呼び出しってことで走ってきちゃいました。大丈夫か？何か飲み物でも買ってくるか？いえ、大丈夫ですよ。これくらいへっちゃらです。部活じゃもっと長い距離走らされてますからね。それより大石先輩、会って話したいって何ですか？もしかして告白だったりして。え？あ、そうか。そう受け取れなくも。いや、でも…え？本当に告白ですか？なんちゃって、大丈夫ですよ。そうじゃないって分かってます。電話での先輩の声、そういう雰囲気じゃなかったですもん。すごいな、お前は。そういうことまで気づいているんだな。もちろんですよ。電話で呼び出されて、ここまで走ってくるような真面目さ。ただ声を聞いただけで、相手の気持ちを知ることのできる分析力と優しさ。
やはりお前しかいないと思うよ。え、本当に告白しようとしてる？私しかいないですか？それって何のことです？俺のダブルスパートナーだよ。え、私がですか？菊丸先輩じゃなくて。え、私が大石先輩のパートナー？どうして？俺はお前とペアを組めば何も恐れずに戦える、そう感じたんだ。そうなんですか？大石先輩に恐れるものなんて何もないんじゃないんですか？そんなことはないさ。特に選抜の試合なんて強いプレッシャーを感じている。そうなんですか？お前の力が必要なんだ。どうだろう、俺とペアを組んでくれないだろうか？はい、引き受けます。そこまで必要とされてるなら。もちろんダブルスは一方が助けられてばかりではいけない。はい、お前のピンチには俺が支えになるように努力するつもりだ。大石先輩。はい、分かってます。二人で支え合っていかないとダブルスでは勝てませんよね。私、先輩を支えられるよう頑張ります。だから先輩も私を助けてくださいね。約束ですよ。ああ、約束するよ。二人で戦って、そして勝っていくんだ。はいはい。でも大石先輩のペアなら負ける気も、ん？大石先輩とのペアなら負ける気しませんけどね。俺もお前とのペアなら負ける気はしない。しかしそれでも油断は禁物だ。はい。なんといっても選抜大会だ。全国大会の日ではないほどに強豪が集まってくる。はい、気を引き締めていこう。はいはい、頑張りましょうね、大石先輩。自分の精一杯の力を出して、大石先輩が選んでくれたその期待に応えなくっちゃね。今日はいよいよジュニア選抜だ。ついにここまで来ちゃった。ジュニア選抜よ。選抜どうした？1年前はテニスなんて全然素人だった私なんだけどな。っていうかまだ素人か私って。どうした？試合前に笑ってるなんて余裕だな。あ、私笑ってたんですか？まあ緊張してないようで安心したよ。もっともお前が緊張するなんて今更思ってもいないけどな。そうだったんですか？ああ、ひどい先輩、人のこと無神経みたいに。これでも人並みに緊張してるんですから。まったくもう。悪い悪い、でも緊張してるやつが試合前に笑ったりしないと思うぞ。ああ、そうですよね。それでお前何がおかしくて笑っていたんだ？いや、選抜なんて言ってんだもん。ですね、1年前はラケットの持ち方も知らなかったんですよね、私。それが今は先輩と一緒にこうして選抜の会場にいるじゃないですか。それってなんだかすっごい不思議だなって思ったんです。それだけお前の成長が早かったということだろうな。成長の速さならこの大会ナンバーワンだろう。はい、私もそんな感じがします。もちろん経験の少なさもナンバーワンに違いないが、きっと大丈夫だよ。そうですよね。うわ、先輩にそう言ってもらえるとすっごく安心しちゃいますね。何の根拠もなく言ってるわけじゃない。え？お前のことだ。この大会中もきっと成長していく。ここまで成長してきたようにな。思い切っていこう。はいはい、頑張ります。私、そしてジュニア選抜の試合が始まった。私と大井先輩のペアは息の合うコンビネーションを見せ、順調に勝ち上がっていった。全国各地から選ばれてきた強豪を難なく倒していき、残された試合はあと一つ、決勝戦だ。そしてその決勝戦の相手はなんと龍馬くんと朝廷学園の鳥取さんだった。まさか決勝の相手がお前たちとはな。
龍馬くん、どうして商店の鳥取さんと？この前、お前の親父さんから電話で紹介されたんだ。俺が持てる理論を全て吸収させた秘密兵器と組んでみる気はないかってね。あの狐親父が。あなたには感謝している。一流スポーツドクターのお父さんも私に紹介してくれたこと。腕の治療とかはもちろんだけど、あなたのお父さんは楽しくやるテニスを思い出させてくれた。おかしいよね。子供たちには楽しいテニスを教えていたくせに、自分では忘れていたなんて。勝ちとか負けとかはもういいの。ただ私はテニスがしたいだけ。鳥取さん、わかりました。いい試合しましょう。うん。ねえ、お前って本当にテニスが好きなの？え？なんでもない、ちょっと聞きたかっただけ。龍馬くん、お、勝ってる。お、ゆうた。大石先輩出たの最初だけ？なんかもうちょっとあってもいいような気がするけど。頑張りましょう、大石先輩。プレイ。ナイスです。フィフティーンラブ。めちゃくちゃいいところ打った。うえ、ちょっと待って。フィフティーンオール。ちょっと必殺技なんでよ。なんで反応しなかったの？決まれクレッセントスピン。ラッキー。サーティーフィフティーン。しまった。フワジェット、これ返せるかな。バギーホイップショット。怖いよ、今頭に当たったよ。サーティーオール。すべてをかける。ちょっと待ってよ。ハイハイスライス。やり。やだ、ある意味サーブやだ。サーティーフォーティー。お、やった。ラッキー。デュース。これでどうだ。最初の空振りが結構来てるんだけど。クレッセントスピン。あれ、なんかやりワンゲーム勝てたような。アドバンテージサーバー。変なところで判定厳しいよ。負けたろ。はい。ちょっと待ってよ。よし。デュース。ドンマイ、落ち着いていこう。はい。次はもうバッチリです。そこ。決まれ。ワンゲーム目は前衛に打たないでほしい。クレッセントスピン。全部私にちょうだい。やり。アドバンテージサーバー。決まれ。取った。クレッセントスピン。おっしゃー。ゲーム、大石ペア。プレイ。私この立ち位置がいい。クレッセントスピン。サーブってレシーブっていうの？私その立ち位置がいい。ラブフィフティーン。
早っ。やり早かったな今の。ラブサーティいくよ。決まり危ない。クレッセントスピン。あんなスピードや威力はやり大会とかでは出せないよ。ラブフォーティいくよ。おお、ナイスです。やったな。ウォンバイ、大石ペア、ゲームセット。大石先輩ナイスです。最後までよくやったな。大丈夫か？はい。ああ、疲れました。やっぱりジュニア選抜って。ああそうだな。しかしお前は最後まで戦い抜いた。勝てるか。ほら手を出せ。ありがとうございます。勝ったんですよね私たち。ああ俺たちが勝ったんだ。ジュニア選抜で優勝したんだよ俺たちが。やったー優勝。先輩の大石先輩のおかげです。ここまで来られたのは。それを言うのは俺の方だ。お前と一緒じゃなければここまでたどり着けなかった。この優勝は間違いなくお前とでなければ成し得なかったものだ。いえそんな。お前と一緒に戦えたこと俺はとても嬉しく思う。ありがとう。いえこちらこそ。そんな大石先輩、私の方こそ先輩と一緒に戦えて。な、泣いてるのか。バカ、泣くやつがあるか。優勝したんだぞ俺たちは。泣いちゃったんだ。だって先輩と優勝、嬉しい。ほら泣くんじゃない。はいはい、すみませんおい先輩、でも私嬉しくって。泣くほど嬉しいということか。そうだな、そういうこともあるよな。お前はテニスに命をかけていた。その証がその涙なんだろうな。はい。それだけのことをお前と二人でやり遂げたこと、俺も嬉しく思うよ大石先輩。本当にありがとう。いえいえこちらこそありがとうございました。私もありがとうございました大石先輩。まだまだだね龍馬くん。越前、お前たちもよく頑張ったな。クールダウンするべきじゃない、一流の選手ならね。あ、うん。龍馬くん、ナイスゲーム。ありがとうございました。私の評定最後のゲームにはもったいないほどいいゲームだったよ。え、評定じゃなくて鳥取さんの評定最後の試合だなんて。そんな、実はね、今日の結果にかかわらず評定のスポーツ特待生が3学期の終了で打ち切られるんだ。佐竹監督の計らいで学年度末までいられるようにしてもらえただけでも感謝しなくちゃ。え、本当はね、このことはあなたには言わないつもりだったんだ。でもあなたに負けたことでどうしても伝えなくちゃって気が変わったの。いいゲームをありがとう。そしてあなたはもっと高く羽ばたいて、どこまでも高く。鳥取さん、また泣いちゃった。そんな顔しないの、パートナーに笑われちゃうぞ。だってテニスはどこでもできるの。またどこかの大会で会いましょう。約束だからね。はい。そうそう越前くん、あなたのテニスに対する実力と情熱は認めるけど、そのひねくれた性格直さないと嫌われちゃうぞ。嫌われちゃうぞ。余計なお世話っすよ龍馬くん。
試合終わったし、俺帰るから。あ、うん。え？相変わらずマイペースなやつだ。そうですね。それでさっきの話って、つまり越前はお前のことを最大のライバルって思ってるみたいだな。龍馬くん。え？あいつは強いやつと戦うことを楽しみにしているからな。もっとお前に強くなってほしいんだろう、これから先。私を強くするために？ああ、おそらく鳥取と組んだのはお前が強くなるために必要なことを伝えたかったからだろう。そこは鳥取さんじゃないんだね。テニスを心から好きになればお前はもっと強くなれるってな。あ、龍馬くん、そうだったんだ。私ちょっと行ってきます。龍馬くん。試合前の挑発的な態度もミクストで出場したのもみんな私のためだったんだよね。別に、でもどうせなら強くなってもらわないとね。これからが俺たちの時代なんだし。そうだね。こうしてジュニア選抜ミクストダブルス部門は私たちの優勝で幕を閉じた。優勝なんてできすぎな気もするけど、やっぱりこれって大石先輩のおかげだよね。だからもっと頑張らないと。だって私の目標はもっと遠くにあるんだから。卒業式がいよいよ今日だ。本当に来るんだな、こんな日が。みんないなくなっちゃうんだ。大石先輩に厳しいこと言われると本当に悪いことしちゃったなって。大石先輩、優しくて心の支えって感じの先輩だったな。お、卒業式も終わってこれで中学生活も本当に終わるんだな。3年間か。考えてみるとあっという間だったように思うよ。そうですか。私はあと2年もありますからちょっとわからないですね。仕方ないさ。今はお前がそれを考える必要はないからな。そうですか。でもこれで本当に先輩たちとはお別れなんですね。そうだな。卒業したらこれまでのように校内で顔を合わせることもなくなるな。寂しくなりますね。出会いがあれば別れもある。言い古された言葉だけど、それは一つの現実だよな。はい。ただ別れがあったとしても俺はいつだってそこにいる。俺の居場所に来れば俺には会えるんだ。簡単なことだろう。そうですね。会おうと努力すれば必ず会える、そういうことですか。そうだ。俺もお前に会いたくなったらきっと会いに行く。大石先輩。だから寂しいことなんかないんだ。はい。選抜でペアを組んで気づいた。将来もお前とダブルスを組みたいっていう自分の思いに。組むことで互いに大きな力を引き出していけると思うんだ。どうだろう。もちろんいいですよ。私が大石先輩とペアを組む。いや、今すぐってわけじゃないんだ。将来一緒に。わかりました。ちょっと考えてみますね。すぐには答えられないですよ。ああ、それでいいよ。これからのテニス人生のことだからな。多分、OK ですけど。え、今何か言ったか？いいえ、何も。いいえ、別に。今は教えてあげません。ん？さてと。そろそろ行こうか。名残惜しくてもいつまでも立ち止まっているわけにはいかない。この3年間いろいろな思い出があったけど、中でも最後の1年が印象深いよ。そうですか。これから先このお前との思い出が
どんなに辛い時でも俺の支えになってくれそうだ。大げさですよ。ありがとう。お前に出会えて最高に楽しかった。いえいえ、私も大石先輩に出会えて最高に楽しかったです。テニスをやっていて本当に良かったと思う。心から。はい、私も先輩と出会わせてくれたテニスに感謝しています。大石先輩。お前か。どうした？送別会はまだ続いてるんだろ？あ、送別会やってるんだ。途中で抜け出したりすると料理全部食べられてしまうぞ。うちの部は食うやつが多いからな。あ、そうですね。どうしたって、それは私のセリフですよ。先輩こそ途中で抜け出して。気づいたら先輩いなくて探しちゃいましたよ。私悪かったな。誰にも気づかれないように外に出たつもりだからな。みんな盛り上がっていたから大丈夫だと思っていたよ。まさかお前が気づくなんてな。他の先輩には悪いですけど、私の中で今日の主役は大石先輩ですから。でもどうしてここだと分かったんだ？そりゃもう先輩のことならって言いたいんですけど、本当はなんとなくです。ここに来れば先輩に会えるような、そんな気がして。なんとなくか。まったく、お前には最後まで驚かされっぱなしだな。そうですか？もうこれで最後だと思ったら、このコートにもさよならを言っておきたくなったんだ。ここには俺の3年間があるからな。先輩、本当にテニスが好きなんですね。お、ああ、好きだ。けれど、それ以上に俺は声楽テニス部が好きなんだ。かっこいい。手塚がいて、英治がいて、藤も乾も高さもいる。そんなテニス部が好きだった。そして何よりお前がいるテニス部を愛していた。大石先輩、いろいろあったな、このコートで。その思い出を胸に、今日俺はこのコートを後にする。大丈夫だよな、俺たちがいなくなっても。はい、と言いたいですけれども、ちょっと寂しいですよ。やっぱりこのコートを、声楽テニス部を守っていってくれるな。はい、私にできるでしょうか？俺を安心させて送り出してはくれないのか？いえ、そんなこと。お前がそんな様子じゃ心配で卒業できないじゃないか。あ、ごめんなさい。本当の気持ちを言えば、先輩に卒業してほしくありません。だけど、先輩を悲しませるのはもっと嫌です。大丈夫です。私、先輩の後を受け継いで声楽テニス部を守っていきます。よく言ってくれた。これでコートにさよならが言える。そしてありがとう。いえ、こちらこそありがとうございました、大石先輩。大石先輩との思い出、私の流した汗と涙、去りゆく先輩に誓った言葉、あのコートはみんな知っている。だから私の大切な場所、きっと大石先輩にとっても大切な場所ですよね。大石先輩は後頭部へ行っちゃうけど、たまには顔を見せてくれるかな。その時に胸を張って、これがテニス王国声楽ですって自慢できるようにしないとね。見ていてください、大石先輩。先輩との約束、私絶対に守ってみせますから。ベストパートナード、お、高っ、18,419。はい、大石先輩を無事攻略することができました。いやー、大石先輩めちゃくちゃいい先輩だった。こんな先輩に出会いたかったな。やっぱり大石先輩は母だな。改めてそう思ったよ。というところで、今回はここまでにしたいと思います。それでは皆さん、ご
ご視聴ありがとうございました。